ばんは。こんばんは。こんばんは。止まってますか。動いて始めました。こんばんは。ゆらたかのりです。今日もありがとうございます。いよいよ12月に入りました。皆さん、12月に入りましたよ。もうなんかやることいっぱいあるんだけど、時間だけは過ぎていきまして、12月です。12月のメロンです。皆さんいかがお過ごしですか。そろそろっていうか、12月になるとね、年末ですから、お掃除はまださ早いか、年賀状の用意だ忘年会だ、いろいろありますけどね。どうでしょうか。で、今年はなんかいつもの年よりなんか寒いんじゃないかと。どうなんですか、雪とかはいつもより遅いのかな、早いのかな。ワンモアワンダフル、懐かしい歌をワンモアワンダフル、ワンモアワンダフル、ワンモアワンダフルダダシーンじゃなかったよね。ワンモアワンダフルって4人でやったやつだっけ。また国歌とか、国歌の歌って家じゃないでしょ、歌でしょもう話さないと、そう、もう話さないと国歌これ一緒になってるのおかしいね。ワンモーワンダフルシーン、竹出と一緒にやったやつだっけ。違うな、ワンモーワンダフルでしょ。竹出と一緒にやったやつだっけ、それとも4組でやったやつだっけ、4人でやったやつだっけ、忘れてしまったな。竹出とやったやつはワンモーワンダフルじゃなかったっけ、違うのか、違いましたっけ。リクエストした方、どの曲でしたっけ、ワンモーワンダフルって、お答えください。そうです、そうですって、どっちよ、そうですって4人でやったやつだから、M ワンダフルっていうね、ケンジロウと武井デッドクラスで M ワンダフルってやってましたね。あの時のカップリングがワンモアワンダフルだったっけ、それとも武井デッドなんかカップリング、マイディアワンのバックにあったやつが、マイディアワンとカップリングだったやつだっけ、どっちでしたっけ。ワンモアワンダフルリクエストした人、なんとカップリングでしたかっていうか、ねえ、ちょっと教えて。雪国と、雪国って千正夫さんの雪国ですか。白樺あれは北国のあるだよし行くぞ。エンドレスワールドのカップ、ああなるほど、あ Just another wonderful world、 違うかな、忘れてない私、慰めの言葉を、縁ですからね、縁ですよ、エンデスワーで、エンドレスワード、ケンジロが歌うと、よくないですか、エンデスワーって、エンデスワーに聞こえてたっていうね。まあ、モテない人もエンデスワー、これから縁がありますから。というわけで、綺麗決まったところで、何か一曲目を始めようと思うんですが、今日もバタバタなので、今日もノイズがそちらに行ってますね、またね。金橋先生、くれくれなずむ街のですか、いいですか、人と今金橋先生なんか NHK のドラマで悪役っていうか、悪いお父さんの、悪いお父さんっていうか頑固なお父さんの役をやってましたね送り日浦面白いね。また今日もなんかこう、そういういじられ方するみたいです、私は。はい、いじってみなさいみたいなね。M ワンダフルはどんな風に結成されたのですか。M ワンダフルってでしょ。M ワンレーベルだから、ワンダのワンダフルはね、ワンなんですよ。O-N-E のワン。M ワンレーベルっていう当時のクラスのレーベル、アポロンにやりました、ケンジロー武井でクラスが所属してたレーベルが M ワンレーベル。っていうね、なんで M1 なのかよくわかんないですけど、それで4人でだから M ワンダフルにしようぜみたいなことをいい加減なマネージャーが決めてね、いい加減にね
ツッチが決めたの、ツッチはどうしてんでしょうか。ジブリ、チャゲアス、また今日も出てきちゃったんです。ジブリはね、あの、なんだろう、歌える、歩こう歩こう歌ってもしょうがないしね。ほいちゃん、チャギアスさんはなんかあれでしょ、なんか俺が歌うとなんか違う気がするんだよね、なんかね。どうなんだろう、バンディの川だっけ、あ、なんとかなんとかなのチャギアスのファンの方に怒られそうですが、ああ忘れた、全然は。あと、あとはセイイエスとかありましたよね。でもやっぱり俺はちょっと合わないと思うんですね。チャガスさんはちょっとパスした方がいい。まあそのうち、あれですよ、初恋とかの一人ザーキンって、なんかやっぱり俺がやるとちょっと違うでしょ。どこまで行けばよいのですか、あの前にってですね。あ、そうそう、思い出した、歌で曲をそろそろやった方がいいと思うんですけど、ひとりざきってもっと高いんですね。ダンダダンダンダッタって、これ長渕剛さんですね。純恋か、あ、私の恋は違うか。今月ライブですね。そうなんです、言うの忘れてた。12月20日、またこれズームができるってことを分かったんでズームします。はい、これです。12月20日、この皆さんと、あれ、あ、遅れるのね、ワンテンポ、この辺り映ってますけど、プラス渚カルテットプラス渚ちゃんがこの一番奥にいます。カメラの嫌いな、写真を写そうとすると魂取られると言って逃げていきますけども、ドイツとかイタリアとか行って演奏する、ものすごいエモーショナルな、バイオリンを弾いてくれます。すっごくいいと思います。ぜひ聴きに来てください。なぎさ、榊なぎさちゃんです。あと たくさん素晴らしい方たちがいらっしゃいますけどね、ぜひ、12月20日、ね、もう近いじゃないですか、3週間切っております。申し込みまだの方は申し込んでください。これもいろいろやることあって告知とか遅れてるもんだから申し込みが少ないぞあ、なんかやらなきゃいけない。もう20分、10分経っちゃいました。物販にメロンを無理でしょう、ね、買うのかよ。まあ、そんなこといいからライブに来てくれ、この弦楽ライブというわけで、1曲目、あの、もうバタバタしちゃったんで、今日は曲数減りますね、もう10分。実はですね、最近、ちょっとマイブームっていうか、この間、学生の頃の岐阜にいる村木さんという先輩とですね、電話で話してたら、息子がですね、村木さんの息子がですね、やっぱギター弾いたりとかしてるんですけど、これは東大生なんです。東大の学部忘れちゃったけど、学院、大学院まで行ってるんですけど、ギターバリバリなんですね。で、彼が最近っていうか、とっても、あの、 CD をね、手に入れるいい方法があるっていうんで、何ですか何ですかって言ったら、なんか息子が言うには、あの、図書館に CD がうなるほどあると。東京都は特に、あの、でっかい区によっていろんな図書館があるじゃない。で、杉並にもあります。一番大きいのがですね、杉並中央図書館っていうのがありまして、調べてみたら、これが荻窪駅の近所にある。で、あの、お腹が鳴りました、お腹すいたそれで、蔵 CD どんくらいあるかって見たら、まあ多いのはですね、どこだっけな、あの、立川じゃないの、なんかあの辺りの図書館が多くて7万枚ぐらいあったかな。で、杉並が1万7000枚ぐらいあったんだね。1万7000枚あれはすごい数あるだろうって言ってみたら、割と1万7000枚の割にはこんなもんなんだなみたいな。あの、荻窪のなんだっけ、ブックオフに CD が置いてあるけど、あそこの CD が、あれが図書館が1万7000だったら、荻窪のあそこの CD 屋さん20万枚ぐらいあるなみ
ぐらいの、まあ、感じなんね。で、でいろいろこう見ていったら、お金出したら多分買わないけど、これ聞いてみたいなっていうの結構あって、でね、昨日も結構ねすごいよ、まあ、CD の裏側もうなんていうかガサガサになってるからね、ちょっとギリギリ読めてる感じなんだけど、これがさ、いろいろあるリッキー・リー・ジョーンズのねやつとか、バン・モリソン、ブルース・スプリングスティーンの MTV でやったやつ、これ最初のやつ、ピート・タウンゼント、ザ・フーですね。だから多分この辺りって興味あるけど買わないだろうなってみたいなやつが割とあるので、聞いてみたらおすっごい良かったっていうのがねあるんです。今回のこのリッキー・リン・ジョーンズ知ってる？リッキー・リン・ジョーンズって言うから1900何年ぐらいかな、79年ぐらいかな、あのチャッキーなんとかチャッキーなんてザラ聞いたことない、なんかこんな味チャッキーでタタタってものすごいジャケットかっこいいやつ、それの 彼女の今55歳ぐらいなんだけど、これもっと若い頃だと思うんだけど、ギター一本でね弾いてるんだ、歌ってるんだけど、すっごいリッキー・リー・ジョーンズよくてね、とかあとね友部雅人さんって、俺中学校の時のガッツっていう雑誌に載ってた、歌は聞いたことなかったんだけど、あれがない40年経ってるけど、そのトム・マサトさんの、CD をねこの間借りてきたんだけど、すごい良くて、歌詞がトム・マサトさんのやつ歌詞ねすごい良くて、あとね、いろいろ借りてきます。日本人の方もですね、チャーさんのねサイケデリックスだっけ、ほとんど外人がやってる、あれなんかすごい良かったし、いや図書館ね、あの非常にあのこう助かるっていうかね、あのちょっと興味あるけどっていうのをこう冒険ができて聞いちゃうみたいなところで、あのただですしね、非常に良かったってことで、皆さんもう15分経ちないCD ね、もうこうやってあの栄養を入れるわけです、少しずつ栄養を入れて、あそれをパクるパクるんじゃないです、多分こういう曲もそのうちできるかもしれないね。みたいな曲がねできるかもしれないですけど、というわけで今日はいきなりカバーいこうかと思います。その CD をいろいろ見てたら、今日はねこれをねなんかちょっと聞くことがあって、分かりますか、これ知ってる人は知ってる、さあ何でしょうか、バンドです、ヒント、知ってる人いない、割と若いんだっけ、ここに来てる人たちってね。これ1973年の CD です。でも、名前知ってる？ザ・ローリング・ストーンズ。ローリング・ストーンズの、73年のリリースもので、僕なんか中学校リアルタイムですけど、ヤギの頭のスープっていうね、なんか武道教にハマってたらしいんですけど、ローリング・ストーンズは。それとは関係ないかもしれないけど、この中の有名な曲、アンジ、悲しみのアンジですか、日本タイトルね。これをね意外にちょっとやってみようかなと、で練習しました、聞いたことあると思いますよ、あのどんなこと知ってでしょ、アンジ知ってでしょ、皆さんいますかいますか、エンジってやつでしょちゃんとできるかな、いますかみんなどこ行ったいますか、じゃあちょっとやってみるよ、間違うかもしれない全然間違えたね笑ってるごまかしてる場合じゃない、
と練習。あれ？違う。こういう感じですね。もう一回いきます。And it's good to be alive.
リングストーンズのアンジーっていう曲でした。ヒューラ&コブラなんでしょうかなんだろうね、わかんないですね。はい、というわけで、あと9分になってしまいましたね。今日はいろいろ喋ってしまいまして、さあ12月ということでですね、クリスマスの時期になってきたので、解禁課金ということでメロンじゃなくてセイヤという曲をですね、今日はストリングス入りでやってみようと思いますカウントを、入れまして聞こえてないか俺ああちょっと調整がですね、必要なんです。テス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 テ
ギターはですね、ニカポなわけでございまして、これビビりそうだから、カポもいろんな種類がありますね。カポはこれをカポってやるからカポっていう名前になったじゃないですね。はい、くだらんことせいや、せいやって曲でございますね。はよせいやみたいな感じありますが、ちょっと待ってね、これでいいのかな、リバーブ来てますね。でストリングスがちょっと確認だけ、ですがちょっと自分の声が聞こえにくいぞ、ちっちゃいぞっていうところでですね、ですです、ギターもちっちゃいぞってことで、皆さんの方には、ストリングス聞こえてましたでしょうか。ストリングスの大きさはどうだったかな、でかくなかったかな、大丈夫ですか、大丈夫ですかって、ストリングスの大きさ大丈夫だった、もしもし大丈夫ですか。なんか無関心を装ってる人が多いです。無関心いけませんよ何のこっちゃ、もうすぐ選挙もあります、東京都知事選もありますね。マックさんのチラシが入ってましたけど、あの人何でしょうね大丈夫ですか、はい、じゃあもう一度出始めたら止まらないので、じゃあせいやをストリングスで行ってみたいと思います。ストリングスでね、はい、聞いてください。にぎわう街は今年最後のお祭り騒ぎに浮かれ、押し合う人の群れに紛れて、君の頬にキスした、はしゃぎ疲れ隠れるように車に飛び乗ったら、二人きりのサイレンナイト、今日が特別な日だからって言うわけじゃないけれど、君に
て会えたこと、誰かに感謝したくて心からそう思う。聖なる夜に心澄まして、キャンドルの明かりの中、抱き合ったまま瞳を閉じて、鼓動が時を刻む、季節が変わるたびに君を好きになった、初めてのホーリーナイツ、今胸の奥で震えている愛しさ、切なさに変わるよ、降り積もる雪は冷たいほど君のぬくもりが深くなる。季節が変わるたびに君を好きになった、初めてのホーリーナイツ、今日が特別な日だからあって訳じゃないけれど、君に出会えたこと、誰かに感謝したくて心から愛してる。セイヤをお送りいたしました。なんか後半ちょっとずれてたのかなちょっと分かんなくなっちゃったんですけど、はい、やっぱあれだね、同期もは難しいね。12月20日は生でやりますので、ぜひ生を聞きに来てほしいなと思います。東京都民を癒して日浦土地ね、都知事選挙も行かなきゃいけないし、まあ、どうなるでしょうか。衆議院の選挙ね、いろいろいろんな人がいろんなこと言ってますね。で、いろんなことがまた日本ってのはこういう国なんだなってことはまた、ね、いろいろ調べると分かっていますけど、皆さんも、こういう時期なのでぜひいろんなもん見て、各党はどういうことね。じゃあまた来週っていうか、来週名古屋なんですいません。